宗教団体ですよ。ああ、あのおじいさんが教祖様ですよ。海も波がないって言うんですけどね。海嫌いなんですか？見てる分にはいいんですけど、海の上にいるっていうのはどうも苦手なんですよ。船に4ですね。子供の頃にちょっと溺れかけて死にそうになったもんで。こんな田舎まで来るんですね。なんかインチキ臭いですね。ああいうのに入るのってどういう人なんだろう。失恋とかですかね。安っぽいな。みんなそんなもんなんですかね。いや、私が入った理由はですね、一言で言えば神様に一番近づけるってことです。ご苦労様です。今日は皆様の目の前で奇跡が起こります。当教団はこの信仰心に厚い当地をわざわざ訪問してまいりました。こちらにいらっしゃいます教祖様の積年にわたる修行の成果をこれから次々と皆様にお見せして、その大きな力で皆様をお救いしたいと思っております。その奇跡とは、まず最初に水の上を渡る、次に水の中で10分間呼吸を止める、そしてあらゆる病気、万病を治します。
それでは。いいでしょうか。何ですか。万病を治すって今おっしゃいましたけど。ええ。本当ですか。我々が嘘ついてどうするんですか。本当に治せるんですね。どうかしたんですか。うちのおばあちゃん右足がずっと不自由なんです。歩けないんです。こうやって車椅子に乗ったままで。教祖様いかがですか。皆さん、教祖様が引き受けてくださいました。お嬢さん、あんたの願いは必ず神様に届きます。おばあちゃん、優しいお孫さんを持って幸せですね。それではこちらに来ていただきます。どうぞ。心相心マナオン長、心相心マナオン長、心相心マナオン長。立てた。歩ける。歩ける。よかったね、ばあちゃん。歩ける。ありがとうございました。ありがとうございます。何か悩みをお持ちの方、教祖様におすがりしたい方、こちらの用紙にですね、名前、住所、電話番号をお書きください。必ず皆さんの悩みは解決してございます。どうぞ。貴重な体験がいっぱい、教祖様と有名人の対談も載っています。一部500円です。どうですか。
のおばあさん、さっき車椅子から立ち上がった人ですよね。はい、そうですか。仲間なんですか。桜って言うんですか、あの人たち。桜っていうわけじゃなくてですね、あのさ、桜って言われればそうなんだけど、前にね、あのおばさんをうちの教祖がね直してあげたことあんのよ。それでさ、どこの集会行ってもああいうおばさんがいるわけじゃないんで手伝ってもらってるわけだから、こっちも考えてやってるから、あんまり詮索しないでね。心相心マナオンショー、あ、心相心マナオンショー。ありがとうございます。何か悩みをお持ちの方、教祖様におすがりしたい方は、この用紙に名前、住所、電話番号をお書きください。必ず皆さんの悩みは教祖様が解決してくれます。貴重な体験がいっぱい、教祖様と有名人との対談も載っています。一部500円です。あの、お願いがあります。いかがですか。何ですか。はい、教祖様に私の曲がった腰を直してほしいんですか。いいですよ、直してあげましょう。でもね、今日はちょっと時間がないんですよ。次の場所に行かなきゃいけないんでね、残念ですけど。お願いします、お願いします。それに教祖様、ちょっと先ほどのお手が出してだいぶ疲れてますから、またの機会にね。残念ですけど。やる。教祖様、やる。治ったね、おじいちゃん。よかったね。なんで余計なことすんだよ。ん？治んなかったらどうすんだ。うまいこと治ったじゃねえか。バカ野郎、俺がつねったから治ったんじゃねえかよ。言われたこと黙ってやってろよ。君ね、桜までやってみせるわけが分かったでしょ。さっきのお年寄りだって立ち上がる力を教祖が引き出してあげたんだ。桜のおばあさんが立つのを見て教祖の力を信じたから立ち上がれたんだ。あの桜のおばあさんだって昔教祖の力で立たせてもらって感激してこの布教に参加してるんだ。はい、これ持って帰んなさい。僕暇なんです。ついてってもいいですか。須田さん、あいつ一緒に連れてけって言ってるんですよ。
面白そうだからって。島さん、しましょうよ。それ不謹慎ですよ、面白そうだなんてのは。僕嫌ですよ、そういうの僕が面倒見ることなんですから。行きましょう。山村君、いいじゃねえか連れて行ったって。積年にわたる修行の成果をここに皆様に見ていただきまして、その大きな力で皆様を救いたいと思っております。奇跡の一つとしては水の上を渡る。やめよう、ね、いいよやんなくて。片付けようか。わしはもうやらんぞ。そういうこと私に言われても。今柴さん呼んできますので。柴さん、お休みのところすいませんが、教祖がまたごね出したんですよ。ちょっと行ってくる。ああ酒やめろって言ってんだろ。またな、お手片しの時手震えるぞ。あれはな、気合が入ると震えるんだ。酒のせいじゃねえよ。それよりな、本物の病人連れてこい。本物の病人連れてきたらどうすんだよ。わしの手数足で治すんだよ。お前決まってんじゃねえか。加藤君、手数足で治るんですよ。今我々がやってんのは残念ながら形だけの手数足です。何や、教祖黙ってこの野郎。あいつ、君なんかとんだら不老者じゃねえか。ほらバチがやったらさ、バチがお前。バチ？当ててもらおうじゃねえか。どこにそんな神様がいるんだよ。俺が当たるくらいならな、てめえのがとっくに当たってるじゃねえか、この野郎。はい。アル中の不老者が神の使いか？てめえ誰のおかげでこんなとこ泊まって、こんないいもん食ってられるんだよ、この野郎。バカ野郎。何が本物の手形じゃ、この野郎。分かったのかよ。いい。分かったらぐずぐず言ってねえでな。さっさと寝ろ。バカ野郎、もう年なんだからよ、今にそのバッテリーで感電して死んでも知らねえぞ、この野郎。てめえ何やってんだ。
ターシャトーグレイド、ゴールまで 150m 地点でワイドストリップで3番手のリード、レガチワンド2番手、ブリザード3番手、憧れのゴール、久々のゴール、1番のホワイトソンゴール、2着に3番のレガシーワールド、3着が4。何が27だよ、お前。何浮かんでんだよ、これ。浮かんできたんだよ。かすりもしねえじゃねえか、これ。浮かんできたんだもの、しょうがねえじゃねえかよ。いくら損したと思ってんだよ。わしも損した。お前も買ったのか。3000円。何買ったの？34。34って俺には27つったじゃねえか。それも浮かんできたんだよ。しょうがねえじゃねえかよ。もう飽きたの？ん？そろそろ帰ったらどうだい？はじめは面白そうに見えるけどね、我々は生活のすべてを競争に捧げてるようなもんだから、生半可な気持ちやな、止まんないよ。お願いがあるんですけど。ん？あのお手かざしの車椅子、あれやりたいです。やってみるか。この鮭やけにしょっからいな。少しは年寄りのことも考えろってんだ、まったく。皆さん、本日は大変ご苦労様です。今日は皆様の目の前に。だいぶ緊張してるようだけど大丈夫？面白い半分が大変なことになったね。わざわざ訪問してまいりました。上がってるね。上がってる方がうまくいくんだよ、こういうことはさ。よし、行くよ。立ってみてください。立ちなさい。あんた立てるよ。カズオ頑張れ。足を踏ん張るんだよ。簡単なことだろ。何粘ってんだよ。早く立てよ。調査様、もう一回お手かざし。すいませんでした。ん？リアルでよかったじゃね。でもさ、人間はね、見たものしか信用しないからさ、演技がいいとか悪いとかじゃなくて、一番大事なのは君がさ、足が治って立った、それが一番大事なんだよな。それで君がやったことは、一般の人たちに神の存在とかさ、神の偉大さを見せたってことだよ。だからそのためには桜やろうがさ、インチキやろうが、こんなもん関係ないんだよ。頑張ります。適当にな。
さいます。当家の主人でございます。お見苦しいところをお見せして。お父ちゃん、お父ちゃん、教祖様ですよ。教祖様がいらしてくださいましたよ。奥さん、結構ですから。ご病気は？がんでございます。がん、がん。手を尽くしましたが、こんなありさまで。教祖様だけが頼みの綱でございます。ちょっと失礼します。ガンじゃしょうがねえじゃねえか。お前今日か明日の命だぞ。あれ教祖に直に話が来たもんでね。何がこんな儲けだ。お前帰ろう。えいえい、あの野郎。心臓心マナオンチョア、心臓心マナオンチョア、心臓心マナオンチョしやった。あんな病人に思いっきり電気ぶっかけるから。ずらかろ。おい、何飯食ってんだ。帰るぞ。教祖様がここのじいさん殺しちゃったんですよ。おい帰るよ。ほら、おまむら、はい、帰るよ。教祖様どうするんですか。いや、あんなものほっとけよ。おい、帰ろう、タバコ、帰ろう。失礼いたします。皆様ありがとうございました。主人があのように安らかな笑顔を見せてくれたのは何年ぶりのことでございましょう。末期がんの痛みもなく安らかにあの世へ。これもすべて教祖様のお力。本当に本当にありがとうございました。教祖様は物欲というものがまるでない方でしたね。まあ今時珍しいですけども。だからこうやって信者の人たちもついてくるとは思いますが、我々としてはやはり教祖にね、贅沢とまではいきませんけども、普通の生活ぐらいはねしてもらいたいと思ってます。
だけどまあこういった教団を構えてますと、いろいろありますからね。教祖には本当に苦労をかけて申し訳ないと思ってるんです。あの、それでは少ないのでは。いや、こういうことはあのお気持ちですから、こちらでいくらいくらとは。はい、ご無礼でなければもう少し。あのお気持ちで結構なんですよ。お心で。お心で。はい、ちょっとお待ちください。やめてよ、お母さん。頼むからほっといてよ。いいえ、いけません。今度こそ帰ってもらいます。お願いします。和夫君、また始まりますよ。ユージ君、何してるの。ユージ君、話しなさいよ。ユージは私の息子です。余計なことしないでください。少しユージ君の気持ち考えてあげてくださいよ。君の両親は大丈夫だろうね。うん、多分。内緒にしといた方がいいよ。はい。宗教団体にとってはこういうのが一番困るんですよ。拉致監禁してるわけでもないのに、必ずこっちが悪者ですからね。下手すると潰されかねないですから。すいません、何か。何かじゃねえんだよこの野郎。てめえらインチクくせえことやりやがってよ。それで結構な金取ってるそうじゃねえかよ。私どもは決してそういう団体じゃありません。そこのじじがま神様ってやつか。おい、神経の神様だな。おい、もう少しなんとかなんねえのかよ。あちらで話伺いますので。話なんかねえんだよ。お渡ししたいものもありますから、あちらで。神様ってのはさ、どういうのを言うわけ。病気の人を治したりとか、困ってる人を助けたりとか。いや、みんなそういうふうに言うんだけどさ、神様は実際今までの歴史の中でだよ、病気の人を治したり苦労した人をさ助けたことってあるかい。みんなそういうふうに期待してるけど、現実的に神様が出てきてそういうことをやったことなんか一回もないもん。ほら、それに比べりゃうちの宗教の方はね、現実的に病気の人を治したこともあるし、足の悪い人を正したこともあるんだから、神って言えばうちの方の宗教の方が神かもわかんないね。定味の二つ、定味の2つ思うんだけど、やっぱり神様ってのは人間の創造したさ、創造物の一番の分だと思うよ。あるのかないかは分かんない。まあ君もさ、うちの教団にいてもいいけど、まあ食べる分とか寝るとことかね、まあ保証するけど給料ないよ。
すいません、ちょっと失礼します。あの頃の芝君よかったな。はい、父様、僕は心配なんですけど、近頃芝さんどうかしてます。この教団どうなってしまうんでございましょうか。はあ、やったね、まったく。教祖様のこともあれじゃ、教祖様がおかわいそうで。いや、私のことはいいんだよ、我慢すればいいんだから。ただね、信者の皆さんのことを考えるとな。わかりました。もし私でよかったら柴さんに話してみましょうか。そうしてくれるか。はい、 いや、ただね、私が言ったということじゃなくて、君が、君の駒村君の意見として言ってくれるとありがたいんだがな。はい、わかりました。教祖に入れ知恵されたのか。いえ、教祖だろ。私の意見です。駒村、君が自分の都合のいいように神様を持ち出すのも、君の好きな教祖様を祭り上げるのも、それは君の勝手だけど、俺のやってることにいちいち口出すなよ。分かったんだろ。人間として生き抜く目的と功能を見失っているのではないか。人間の幸せは何が大切か、やはり心です。心の財産を作る。ダメですね、すっかりその気になったんですよ。心です。心の財産を、あれじゃ金儲けになんねえな。物の財産は寄ってはきません。やはり心の財産を作ることが第一です。その心を変え時だな。しっかりと支えていくためには、やはり用事かね。
やめてくんねえかな。この金やるからよ、この金持って出てけ。なんだよいきなり、俺が何したって言うんだよ。言うことは聞かねえし、勝手なことばっかしやってるし、お前本物の教祖と勘違いしてんじゃねえのか。お前たちがやれっつった教祖、俺ちゃんとやってんだろ。誰が本物の教祖やれっつったんだ。偽物の教祖やれっつっただろこの野郎。金なんか儲かんねえじゃねえか。嘘、いい、儲かってんだろ。いい、俺のおかげでこれだけのものになったんじゃない。バカ野郎、言った通りやったらもっとでかいものになったんだこの野郎。酒ばっか飲めやがって、これから持って出てけ。お前たちな、この俺様がそう簡単に追い出せると思ってんのか。え、もし俺が信者に一言言ってみろ、こんなひどい目に遭ってる教祖様見て信者が黙ってると思うか。ふざけんなこの野郎、言ってみろ。ほら、信者集めていってみろ。この野郎、許してくれ、出てけ。許してくれ、分かった。ボケ野郎、この野郎、分かった分かった、出じゃねえ。この野郎、痛かったらお手かざしやってみろ。バカ野郎。出ていくよ。芝君、ゴー君、達者でな。おい。はい。持ってけ。芝さんが教祖が失踪だなんてみっともなくて話にならないって。見限ってんですよね。探すの熱心じゃないみたいですから。この先どうなっちゃうんですかね。どうなるって終わりですね。教祖もいないですから。みんなはどうすんでしょうね。みんなともお別れですね。そっか、こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないんですけど、僕結構楽しかったんですよ。誰にするかな。何をですか。教祖だよ。そんな簡単な話じゃないでしょ駒村。あのな、一番大切なのは教えなんだ。教えな。教祖が誰かって問題じゃないんだよ。宗教があればいいんだから。じゃあ誰が教祖やるんですか。お前やったらどうだ。私そんな資格ありませんよ。そんなの問題じゃねえんだよ。じゃあ島さんやったらどうですか。バカ野郎、そんな置物みたいなことできるかよお前。何ですか置物って。柴さんたち何話してんでしょうね。
新しい教祖誰にするかってことだろう。誰なんでしょう。駒村かな。そうですか。お前だったりして。新しい教祖様の出来上がりですよ。になりましてお迎えください。皆様と共に今日の良き日良き時をお祝いしたいと思います。ちはやぶる神の間に間の春の日に色は変わらず花は咲きけり春をここに集いて迎え行った。どこ行くんですか。いいところ。いいとこ。いいところともっといいところ。すいません。本当に僕が教祖でいいんでしょうか。教祖ってのはな、神の代弁者だからな。教祖が偉いわけじゃねえんだよ。大事なのは教えを広めるってことだから。それだったらあれだろう、じいさんよりはよ、若い方がいいだろう。うん、俺だって若い方がいいもの。信者が千人、ここまでが大変だったんだよ。まあでもこれから先はね、雪だるまのように転がってでかくなるんだ。我々の言う通りやってればでかくなると。お、我々じゃない、俺だよ俺。あれ俺たち。皆さん、お仕事は何を。お仕事ね、土建屋だよ。こいつが現場監督だよ。こっちはあれは富だね。お客さん無口なのね。そんなことないよ。いいなあ若い人って。今日はなんかデートしてるみたいで嬉しいなあ。ここ高いでしょ、おじさんばっかりなんだ。あ、そうねえ、もう一回する。
はい、次は柴さん、教祖の式ってこんなんで駒村さんオッケーしてくれますかね。うん、何でもいいんだよ。最後に神がそう言ってるって書いておけばいいんだから。うん、宗教とは神との契約で生きるということで、それには人生の楽しさ、個人の財産なども放棄しなければならない。しかし一般の人には無理だから、我々の教団というものが介在する。もういいじゃない。え、また宗教というものは現実的利益の支えにはならない。現実的利益の支えにならないってこうはっきり書かれちゃうとさ、お手かざしでお金もらえなくなっちゃうじゃない。手かざしって利益を与えるんじゃなくて精神的なバックアップで治るための後押しすることじゃないですか。なるほどな、勉強してんな。柴さん、あなたがそうプランでいくのは勝手ですけど、教祖になったばかりの和夫君を無理やり誘うのはやめてください。無理にじゃないよ、和夫が行きたいって言うから連れて行ったんじゃねえか。それじゃなきゃ3回もやらねえよ。3回とかそういうんじゃなくて、家族今教祖としての修行中の身ですから、修行中の者がそういうことするのおかしいって言ってんですよ。君の言う修行ってのは我慢することなのか。愛情をお金で買うっていうこと自体が不純だって言ってんです。教祖は愛情なんか買ってないよ。したいからやったんじゃないか、セックスが好きだからやったんだよ。そろいいですか。うん、あ、最初誰。小川さんです。小川さん、ちょっと待たしててくれる。あのね、小川さんってね、必ずあの亭主の浮気で来んだよ。それでさ、あまりあの具体的にさ、あの言わない方がいいよ。どうせあの泣きわめいてな、生きるの死ぬのって言うから。まあ肝心なことはね、あの奥さん、あなたはすでに旦那さんを許してますとかさ、その涙で全ての罪は流されましたとか、わけのわかんないこと言っとけばいいよ。相手は勝手に判断するから。うん、あのほらラジオの人生相談あんだろ。んあれだと思えばよ、適当に頑張れ。柴さん、うん、もう座れよ。何？あの僕修行してみようかと思うんですけど。修行って何するの？断食とか滝に打たれたりとか。また駒村に何か言われたんじゃないのか。いや、僕の考えです。
なんか自信なくて。あのな、修行したって何にもなんねえぞ。イベントとかな、セレモニーとして考えるなら別だけど。そんな大げさのじゃなくて。もういいよ、やりたきゃ。はい、教祖よ、1から8までの数字でパッと思い浮かぶ数字ある？2つ。1から8まで。3と6ですか。3と6。ロードマウンテン。浮かぶね。え？いいね。いいよ。なられています。次なる断食もならずや立派に成し遂げられるでありましょう。狭いくらいじゃない。信者の数がどれくらいかご存じじゃないですか。うん、新しい教祖誕生のイベントのあれだからな、ここ満杯にして立ち見ぐらい出さなきゃ。修行やってるみたいですね。うん、あいつ意外とマジなとこあるな。なかなか信者に受けがいいんですよ。こっちの思い通り動いてくれるし当たりかもな。裏の方は我々がバッチリやれば大丈夫ですよね。裏のことバッチリって言うけどさ、これちょっと取りすぎじゃないの。取りすぎましたかね。バチ当たるよ。おう、頑張ってんな。よいしょ。カズオ、本山を建てるぞ。八ヶ岳のふもとにな、28,000坪買ったんだ。そうだろ。本山建てよな。これ差し入れ大丈夫か。志麻さん。うん、何ですか。食い物。断食中ですよ。何考えてるんですか。食べなかったら分かんねえじゃねえか。なあ
こんなこと真面目にやってどうすんだよ。2週間の断食で神様になれるぐらいなら、山でそんな人たちはみんな神様になっちゃうよ。だから修行中なんですよ。柴田さん、大丈夫ですよ。もう少し頑張ってみます。うん、適当にした方がいいぞ。とうとうやり遂げましたね。うん。どうしてみんな競争になるとその気になっちゃうのかな。結構広いもんだな。2万8000となってな。敷地面積9万2400平方メートル。建造物面積2480平方メートル。朱雀のモニュメントを中心にした神殿様式の本山、永観殿。これが完成すると、我々はもう弱小宗教団体なんかじゃないんです。うん。教祖も修行されて、一回りも二回りも大きくなられた。これから駒村君たち青年分が力を合わせて、教祖を盛り上げて、夢を実現してほしい。山村君は本堂の掃除してます。これ発送したの？はい、昨日のうちに全部。はいじゃないよ。この機関紙なんだこれ。お前書いたのか？はい。なんでこんな勝手なことすんだよ。あ？でも柴さん忙しかったみたいですから。忙しいじゃねえよお前。毎回チェックが俺してんだろ。なんだよこの記事。はい、あ？はいじゃねえってんだよ。なんでこんなことすんだよおい。よ、はい、お前いつから競争になったんだ。あ？この記事見ろ、これ。なんだよ、これ。金集めより教えを学び深めることが大事だ。ふざけたこと言ってんな、この野郎。おい。お金で全てが解決するはずがありませんだ。じゃあ、どうやって本山建てんだ。どうやって金集めんだよ。ふざけたこと言ってんな、この野郎。
ございます。おはようございます。おはようございます、教祖様。おはようございます。こんな格好ですみません。おばあちゃん、膝がまた具合悪くなっちゃったの。何ね、立ったり座ったりが不自由なだけで大したことはないんですよ。でもこれじゃあ車椅子の手かざしをやってもらえないのよ。本当にすみませんね。お役に立てるのが張り合いだったのに、楽しみにしていたのにね、和夫教祖様のお手かざし。ありがとうございます。手かざしやってみましょうか。やらせてください。はい。じゃあお手かざしの道具持ってきましょうか。いえ大丈夫です、使いませんから。いいですよ。立ってみましょうか。痛くないですか？はい。歩けそうですか？はい。神羅の教え、朱雀の心、力を合わせて信じ合う。神羅推進朱雀教。一応500個作りましたけどね。あれか、ええ、いくらこれ。1700円。ええ、どれぐらいします？柴さん、ちょっといい？手つけたわね。一体どういうつもりよ。何バカなこと言ってんだよ。智子から聞いたのよ、あんな子供の言うことを。本当ね、何もしてないのね。何もしてねえって言ってんだろう。じゃあ智子呼んでくるわよ。てめえどこまでバカやら気が済むんだよ。何にもなかったんでしょ。ないよ。頼むから。
ないって言ってんだろ。頼むからそんなことしないでって。何にもないって言ってんだろうね、野郎。さあ、いくらで売るの？5万か10万でいいんじゃないのかな。もっと高く買うやつがいたら高く売ったっていいし、うん、ちょっと高すぎるんじゃないの？うるせえな。黙って言われた通りやってるよ、バカ野郎。柴さん、ずっといいですか？何？ちょっと、すいません。何でも金儲けですか？みんなが欲しい欲しいって言うから作ってやったんだよ。町工場で作ったやつをちょっと派手な錦織の袋に入れて、それで金の箱に入れれば5万10万なんですか？100万でも1000万でも欲しいってやつがいっぱいいるんだよ。5万10万なら妥当な値段じゃねえか。なんだったらお前が値段つけるか？あんなもんな、500円で売ってみろ。誰もありがたがんないぞ。柴さん、あなた信者バカにしてんのか？自分の都合のいい時に神様利用して金儲けに走ってるだけじゃないですか。それじゃ子供みたいなこと言ってんなよ。宗教がな、信者から金もらうのは当たり前だろ。また口でうまいこと言ってさ。だって宗教食い物してるだけですよ。それじゃ横さんのことだってそうです。前の教祖様が助けて入会させて、その横さんの悩みにあんたつけ込んで。ふざけんなこの野郎。いいか、女を救うってのはそういうことなんだよ。お前も救ってみろ。うん、陽子抱いてみろこの野郎。あんたろくな死に方せんわ。ここまで神様も無茶にして宗教食い物にして、クスクス野郎。あんた罰当たる。当たってみてえな。地獄に落ちるぞ。落ちてみてえよ。教祖、破門にすべきです。私はもう我慢の限界です。柴さんも一生懸命やってることですから。このまま柴を好きなようにやらせたら、我が神羅通信作協は必ず破滅します。教祖はもう置物なんかじゃないんです。私のすべてで教祖お守りいたします。柴を破門してください。私が誰かを破門にする、そんなことできません。駒村さん、一番無理があるのは私が教祖だってことじゃないですか。12時から神楽敷朱雀の前のリハーサルです。
13時には各班最終チェックをしてもらってそれぞれの持ち場についてください。信者の方が時間よりも早く着く場合がありますから、その場合は会場時間を早めますので慌てず対応してください。それからくれぐれもお年寄りに、駒村さんが、言ってるらしいけどな、お前の方こそよ、俺の女に騙されてやっちゃって、てめえの方がよっぽど変態じゃないかこの野郎。何ですか、汚いじゃないですか、人引っ掛けたりして。汚いのはてめえだこの野郎。何もこんなことまですることないじゃないですか。なんだ私がこんな仕打ちを。何が仕打ちだバカ野郎、やったもんはやったんじゃねえか。綺麗事ばかり並べやがったこのスケベ野郎。あんたこんなことして面白いんですか。こんなことてめえがやったんだろこの野郎。柴さん、もうやめましょうよこんなこと。やめましょう。お前黙ってろ。おい駒村、なんだかんだ言ってもよ、女がいればやるじゃねえか。あ？教祖、神に仕える自分がこんなバカなことして罰が当たります。弁解しません。何が罰だバカ野郎。誰がお前なんかに罰当てるかよ。いいか、てめえの都合のいいように髪出すんじゃねえよ。お前なんかクビだ。出てけこの野郎。駒村、バカの真似やめろ。やめてくれ駒村。お前な、神に使えるものが、ん？女抱いたり、人を刺すのか、ん？刺してみろ。刺してみろ、この野郎！このクズ野郎！
そう。駒村刺しちゃったよ。どうにかなんねえかな。柴さん、これバチですよ。あなた神はいないとか言って金儲けとかやってきて駒村さん殺しちゃったじゃないですか。バチが当たったんです。神はいるんです。やっと神の影が見えたってことかな。あなたはこんなことでしか神に近づけないんですか。和夫、お前どこで変わっちゃったのかな。教団の面倒を見るのは今日からこの私でいいかな。どうせ今までだって実際に教団を動かしてたのはこの私なんですから。任せておいてください。そうと思うからな。こんな大会を何回かやれば我々は大金持ちだ。そんなこと言ってると俺も芝みたいに罰が当たるかな。貴様のような奴には罰も当たらない。何言ってんだよ和夫。教祖の私に口出しするのはやめてくれ。勘違いしてんじゃないのか。お前は芝と俺で都合がいいように祭り上げた教祖なんだよ。俺の言うこと聞いてりゃいいんだよ。それが嫌なら一致やめてもいいんだぞ。前の教祖のように私を追い出すことはできない。
無礼者、神に仕える教祖に向かって何を言うか、立ち去れ。わざわざ訪問してまいりました。こちらにいらっしゃいます教祖様の積年にわたる修行の成果をこれから随時皆様にお見せして、その大きな愛の力で皆様をお救いしたいと思っております。さて教祖様の奇跡の力とは、まずは水の上を渡る、そして水の中で10分以上息を止める、そしてあらゆる病気万病を治す、多くのインチキな新興宗教がまかり通るこの時代に、一体真の宗教とは何であるか、そのことをもう一度皆さん考え直していただきたい。